いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルポルシェ991ターボスポーツクロノパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロント周辺に若干の飛び石がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約5000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はキャララホワイトメタリック、インテリアはレッドレザーの非常におしゃれな組み合わせとなっております。こちらの991ターボは2017年現行モデルでございます。デザインも一新されており、よりスポーティーな仕上がりとなっております。またスポーツクロノパッケージが搭載されておりますので、よりパワフルな走りをお楽しみいただける1台です。ターボ専用のフロントバンパーに加え、ヘッドライトはオプションで PDLS プラス LED ヘッドライトが採用されておりますので、デザイン性視認性ともに優れております。アルミホイールは純正ターボデザイン20インチのアルミホイールが装備されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されており、ターボ専用の大型のリアウィングが装備されております。ワイドボディも装備されておりますので、非常に迫力のあるリアを演出しております。マフラーは4本出しのマフラーが装備されており、ポルシェらしい乾いたサウンドをお楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては 3.8 リッター水平対向6気筒ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は540馬力を誇ります。0-100加速はわずか3秒、最高速は320キロ誇る圧倒的な走行性能をお楽しみいただける1台です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはアダプティブスポーツシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングは GT スポーツステアリングが採用されております。大きなパドルシフトが装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またステアリングのこちらのスイッチで走行モードは3段階でお選びいただけます。またスポーツレスポンスモードも搭載されておりますので、よりスポーティーな走行をお楽しみいただけます。合わせてクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。スポーツクロノパッケージが搭載されておりますので、センターにはクロックが埋め込まれております。ナビゲーションは純正 SD のナビゲーションが装備されており、バックギア入れていただきますと、オプションでバックカメラも装備されております。またフロント両席シートヒーターが装備されておりますので、冬場でも快適なドライブをお楽しみいただけます。シフトは7速の PDK シフトが採用されております。ギアの入りも非常にスムーズですので、滑らかな加速をお楽しみいただけます。また PSM も装備されておりますので、サスペンションは2段階でお選びいただけます。スピーカーは BOSE のスピーカーが採用されておりますので、音楽もより一層お楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2017年モデルポルシェ991ターボスポーツクロノパッケージをご紹介させていただきました。走行距離わずか5000キロと非常に低走行ですし、内外装も良好なコンディションを保っております。また新車保証も平成31年の10月まで残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただける1台です。大人気のポルシェの上級グレード991ターボでございます。リアにハイパワーエンジンが搭載されておりますので、ポルシェらしいダイナミックな走りを味わっていただけます。最新のタッチ式ナビゲーションやシートヒーター等、実用性と快適性を兼ね備えた1台ですので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。